これがね、片頭痛に役立つ、改善に期待ができるですね、栄養素が豊富に含まれている食べ物なんですね。もうね、片頭痛の方はぜひこの栄養素は意識して摂っていただきたいと。ようこそ、体喜べ！あなたの家庭の専属管理栄養士、まるおです。さあ、今回はですね、低気圧や添加物の要因に辛い頭痛が薬を使わずに治まる方法というテーマでお話をしたいと思っています。さあ、今回のテーマ、この片頭痛ですけどもね、主に頭の片側が痛むという発作にたびたび襲われるという症状でして、本当にね、辛い人からすると日常生活の質を大きく低下させてしまう要因となっているんですよね。そして普段ね、片頭痛のある方、薬を飲んで対処しているという方も多いかと思います。まあ、確かに、本当に辛い時っていうのはね、この薬に頼るっていうのもありかと思いますが、薬はあくまでも対処療法です。ね、痛み止めであるとか、あるいは炎症を抑えるっていうですね、対処療法にすぎません。まあ、そういった薬を使うことでもですね、根本原因っていうのは全く解決されていない状態なんですよね。そしてこの薬というのはやはり消化器系ですとか、腎臓に対しても副作用のリスクがあります。あとはね、薬物乱用頭痛と言いまして、この薬を使いすぎることで逆に頭痛につながってしまうっていうですね、悪循環が起きる可能性もあるんですね。そこで今回の動画ではこの薬に頼らない片頭痛の対策をお伝えしていきます。少しでも頭痛でお困りの方のお役に立てればと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。さあ、じゃあですね、まず片頭痛について簡単に解説していきましょう。片頭痛、先ほどもお話をしたように頭の片側に現れることが多いんですけども、まあ、両側からね、痛むこともあるんですね。そしてこの頭痛の発作というのは数時間から2、3日持続することがありまして、平均すると月に2回から6回のですね、この頭痛の発作が起きてしまう、そういった状況になっています。そしてこの頭痛の痛みというのがね、非常に強いということがありまして、まあ個人差もあるんですけども、例えば2018年のイーライリリー社の調査によるとですね、最悪の片頭痛の痛みというのは出産の痛みだったりだとか、あと骨折の痛み、そして腎臓結石に伴う痛み、こういった数々の痛みよりもひどいというふうにですね、回答されているぐらい、人によってはね、本当に強い痛みを感じてしまうんですね。そういったこともあって、日常生活の質を下げる大きな要因となっているんです。さあ、そしてこの片頭痛が一体どういう仕組みで体の中で起きているかということなんですが、実はね、これまだ完全に解明されていないそうなんですね。今そのある有力な説としましては、このね、奥にある三叉神経というところがありまして、そこが酸化ストレスだったり、あるいは炎症だったり、そういったもので刺激を受けて痛みが起きていると、こういったね、説が今有力視されています。とにかくこの片頭痛というのはいろんな要因がね、複雑に絡み合って起きているということなんですけど、一つね、女性ホルモンとの関連も深いんですね。その証拠に女性の片頭痛の発症リスクというのは男性に比べてね、3倍も高いということが分かっていますし、年代でいうと20代から40代ぐらいですね、これぐらいの女性の方が非常に片頭痛を起こりやすいということが分かっています。はい。そしてこの他にもね、片頭痛が起こる要因としましては、こちらにあげるような、項目があったりします。はい、本当にいろんな項目が並んでいますけども、例えばね、遺伝的素因なんてとこでいきますと、片方の親が片頭痛持ちの場合っていうのは、子供がね、40% の確率で片頭痛持ちになるってことが分かっていたりだとか、両方の親が片頭痛持ちの場合はね、75% っていう非常に高い確率で子供も片頭痛になってしまうということが分かってるんですね。まあ、ただこの遺伝的な素因を持っていたとしても、みんながみんなね、ひどい片頭痛で悩まされるわけではなくて、いろんな要因だったりだとか原因によって片頭痛が起きたり起きなかったりしてくるという形になります。で、他の挙げた要因でいくと、低気圧ですね。これからの時期ね、すごい強いこう低気圧がやってくる日なんてありますけども、そういった日に片頭痛がひどくなってしまったりだとか、あと肥満の方ね、まあ、これは炎症体質ということで、おそらくね、影響があるんだと思いますし、あと空腹や欠食ね。なので今言われているこう16時間断食とかね、朝ごはんを健康のために抜いてますって方もいらっしゃると思うんですけど、もしかしたらこの片頭痛持ちの方はね、あまり空腹の時間長くしない方が片頭痛の発作は起きづらくなるかもしれません。そして様々な食事も要因になるということが分かっていまして、いろんなね、食品によってこの片頭痛の発作につながるってことが言われているんですよね。で、今報告を受けている食品、どういうものがあるかっていうと、こちらです。はい、本当にね、様々な食品が原因として挙げられているんですけども、この中にはね、食品だけではなくて、いつもこのチャンネルでお伝えしている添加物、特に人工甘味料のアスパルテームだとか、あとグルタミン酸ナトリウムね、化学調味料、こういったものも片頭痛が起きる要因になっているんじゃないかということが報告されています。ここに挙げたようなね、原因を取り除くことでも片頭痛の対策にはなるんですけども、でもこれっていうのはね、あくまでも対症療法なんですよね。じゃあ、根本的にこの片頭痛の体質を改善するためにはどうしていったらいいのかですね、それを次のチャプターでお話ししていきたいと思います。はい、ではここからは片頭痛を根本的に改善していくために役立つ食べ物のお話をしていきたいと思います。実が片頭痛の改善に役立つと考えられている栄養素がいくつかあるんです。で、これね、いろいろあって、全部説明するとすごく長く複雑な話になってしまいますので、今回はその片頭痛の改善に必要な栄養素を踏まえた上でですね、おすすめの食べ物を一つご紹介したいと思うんですね。その食べ物とはズバリ、くるみです。はい、くるみ。このナッツね、木の実で人気のくるみですけども、これがね、片頭痛に役立つ、改善に期待ができるですね、栄養素が豊富に含まれている食べ物なんですね。ではどういった栄養素が含まれているのか見ていきたいと思いますが、まずはね、アルファリノレン酸です。はい、このアルファリノレン酸、オメガ3系の脂肪酸で有名ですけども、このナッツの中でもね、他にもアーモンドとかいろんなナッツありますけども、その中でもくるみはね、唯一このオメガ3が豊富な木の実になるんですよね。そしてこのオメガ3の特徴としては、抗炎症、ね、炎症を抑えてくれるということで、この三叉神経をね、刺激して片頭痛の原因になってしまうという、その炎症を取り除いてくれる、ね、炎症体質の改善に役立ってくれる栄養素でございます。そしてくるみにはね、他にも栄養素入っていまして、葉酸ですね。葉酸。この葉酸という栄養素、ビタミン B 群の一つですけども、DNA のメチル化というものに関わる栄養素でして、実はね、ある論文報告では、この片頭痛にはね、DNA メチル化の異常が関係しているという報告もあったりしますので、このくるみでね、しっかり葉酸を補うと、これも片頭痛対策になるかと思います。そしてね、次の栄養素が極めつけ。もうね、片頭痛の方はぜひこの栄養素は意識して摂っていただきたいというものがありまして、それがね、マグネシウムです。はい、このマグネシウムというミネラルね。これはね、本当にいろんな働きをしていて、普通の人もね、ぜひ摂ってほしい、意識して摂ってほしい栄養素なんですけども、特に片頭痛の方ですね。このマグネシウム、ぜひぜひ意識していただけたらと思います。というのもね、はっきり分かっていることが、片頭痛の人っていうのは、この体内のね、マグネシウムレベルが低いっていうことが研究報告で明らかになってるんです。で、ちなみにね、これ、お伝えしておくと、片頭痛だけではなくて他の頭痛、緊張性頭痛なんかもね、結構頭痛で多いんですけども、そういった片頭痛以外の頭痛の方っていうものも、実はね、マグネシウムが不足しているってことが報告されているんです。ですので、片頭痛に限らず頭痛でお困りの方、このマグネシウムもぜひね、覚えて、そして摂っていただけたらと思います。そしてこのマグネシウムの欠乏がですね、いろんな面から片頭痛の発生に関与していると考えられていまして、実際にこのマグネシウムの補給がですね、片頭痛の改善に役立ったという報告もあります。例えば、1996年に行われた20盲検の比較試験の結果なんですけども、12週間にわたってね、600mg のマグネシウムを摂取したところ、なんとですね、頭痛の発作頻度が 41.6% も減少した。これほどね、大幅に発作の頻度が減少したっていう報告だとか、さらに2008年の研究ではですね、片頭痛の患者さんに対して、1日 600mg のマグネシウムを補給したところ、片頭痛発作の頻度と、さらには重症度の有意な減少が認められたっていうですね、こういった報告もされているんですね。ですので、マグネシウム、片頭痛の改善に非常に重要な栄養素。そして、このくるみですね。今おすすめしているこのくるみなんですけども、100g あたりですね、150mg という非常にね、豊富な量のマグネシウムを含んでいる食材なんです。ですので、このくるみをね、間食とかで日々の食生活で取り入れて、マグネシウムしっかり摂っていただけたらと思います。ただね、先ほどの論文で挙げたマグネシウム1日 600mg、 これをね、全部くるみで取ろうとすると 400g っていうとんでもない量のね、くるみを食べないといけないので、くるみはあくまでも補助的に取り入れていただいて、他のね、食生活でもマグネシウム豊富な食材を取っていただきたいですし、あともう本当にね、今改善したいと、しっかりマグネシウム取りたいっていう方は、サプリメントで取るというのもおすすめです。ぜひお試しください。はい。ということで今回は片頭痛対策についてお話をしてきました。この片頭痛ね、いろんな要因によって発作、頭痛が起きるということが分かっていますので、まずはね、ご自分がどういった要因によって頭痛が起きているのか、それをね、メモとか取っていただいて考えてみて、で、そのなるべく要因を少なくしていくっていうところですね。で、それと同時にやっていただきたいのが、今日くるみってお話をしましたけども、このマグネシウムね、これを日々の食生活の中でしっかり補っていただく。これをやっていただくとね、どんどん改善していくんじゃないかと思いますので、ぜひね、お試しいただけたらと思います。では、ここで少し告知をご覧ください。今回、片頭痛におすすめの食材ということで、マグネシウムが豊富なくるみをご紹介しましたが、他にもね、マグネシウムが豊富な食材たくさんあります。そして今ね、こういったミネラルが豊富な食材をまとめたミネラル図鑑というものを無料でプレゼント中です。ぜひ気になるという方は、概要欄の公式 LINE をチェックしてみてください。さあ、では最後にコメント紹介のコーナー参りたいと思います。先日アップしました、お腹が弱い人ね、グルタミンぜひおすすめですよというお話、させていただきました。コメントたくさんいただいております。まずは一番いいねを集めたコメントがこちら、あこあこさん、ありがとうございます。おめでとうございます。私は過敏性腸症候群で下痢に悩んでおりました。グルタミンのサプリメントを早速検索しましたが、どれを選んでよいかわかりませんでした。安全でおすすめのグルタミンサプリメントがありましたら動画にしていただけると嬉しいです。ということで、はい、一番ね、いいねを集められましたので、そのご質問お答えしていきましょう。まあね、おすすめのグルタミンサプリメントいろいろあるかと思いますが、おそらくね、皆さんもよく使われている iHerb というですね、アメリカの通販サイト、こちらにもいろんな良いグルタミンサプリメントありますので、一つご紹介したいと思うんですけども、こちらのものですね、カリフォルニアゴールドニュートリションというところが作っている L グルタミンパウダー。これね、錠剤じゃなくてパウダー状のもので、結構取る量をね、こまめに調整しやすいってところもありますし、あと品質もね、すごくしっかりしていると思います。僕もよく使ってますので、こちらね、気になる方チェックしてみてください。詳細概要欄に貼っておきます。そして僕が最も気になったコメントがこちら。なおなおさん、ありがとうございます。神様ですかとね、いただきましたけども、いや、僕もね、YouTube を始めてもう3年ちょっとですか、最大級のね、褒め言葉をいただいたということで、大変恐縮でございますけれども、でもね、本当に僕も子供の頃、すごいお腹弱くてね、小学校の時とか、中学校の時とか、学校行く前にもうトイレから出られなくなったりとかね、学校で授業中にトイレ行きたくなって、すごい恥ずかしい思いをしたりとか、ほんとね、お腹弱くて困ってる方ね、これ、実だと思うんですよ。だから僕もね、このグルタミンってものの存在をあの時知っていればなって、すごく動画を作りながら思いましたし、あの動画見られてね、グルタミン、試されて、それで良くなった、悩みが解決されましたっていう方がいたらね、本当に嬉しいなと思いますね。はい、今後もね、役に立つ動画頑張って作っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、ということで今回以上でございます。今回の動画少しでも勉強になった、参考になったという方は、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら、ごきげんよう。